単にできるじゃないですか。だからそういうことでなんかだんだんみんなね分かってくれてるみたいだけど、昔はねそれこそ本当に何かの取材でテレビだとか新聞だとかそういう時だけね出るとみんな見てくれた人から反響があったけど、今は自分たちで見たい時に見れるから余計なんかこう世界中に広まっちゃったみたいでね、結構海外からも店を見に来てくれるからね、そういう点ではいいですけどね。ここの流れから言うと、最初は真空管とかそういうのが売れて、時代とともにトランジスターが売れて IC が売れてっていうこう時代の流れがねあるから、今は何かって言われてもこういう小さい部品はどうしても壊れると必要なものだから、今でもそういうものは